美しい青空が広がる東京レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。このレース最も人気を集めているのはナリタブライアン1番人気です。続く2番人気はエアグルーヴ。注目の秋の三冠馬娘名勝怒涛1枠1番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。ゴールレースが期待できそうです。声優スカイとアイネス風神、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナリタブライアン、ナリタブライアン落ち着かない様子。アイネス風神快調に飛ばしていきます。アイネス風神先頭に勝ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは声優スカイ。2コーナー回って向こう正面、先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。続いては声優スカイ、外から外から。10番名勝怒涛、9番追走、2馬身3馬身開いて、3番さらにナリタブライアン、あとは16番3馬身離れて、8番少し後ろから、12番さらにオグリキャップ、内から行くハッピーリンク、少し後ろからエアグルーヴ、少し離れてゴールドシップ、さらには15番、そして内目をつきましては5番後方2番手に、7番2番最後方が意気揚々と先頭を行きます。アイネス風神どうでしょう。この展開かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、先頭は相変わらずアイネス風神。続きました。セウンスカイ、大ケヤキを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。ナリタブライアン、まだ抑えたままだ。名勝怒涛、前を狙っているぞ。ナリタブライアン外で足を止めています。いつか私なんて。よし、さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはアイリスフーズ。名勝怒涛コンテクで残り400、並びかけてたのは名勝怒涛。名勝怒涛ねじ伏せ、レースを制した名勝怒涛、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはアイネス風神、3着は声優スカイ。私